横浜市では文化芸術の持つ創造性をまちづくりに生かしていこうということで、創造都市政策という形で進めています。でその拠点として今6カ所を整備しているんですけれども、そのうちの一つが象の花テラスという位置づけになります。で象の花テラスは、今からちょうど10年前、平成21年の6月2日に開港150周年を記念して、この横浜港発祥の地であるここの場所に、開設をしたということになります。でここの象の花テラスの一つ特色として、創造界隈拠点だけではなくて無料の、観光の休憩所としての役割も担っていますので、かなり大勢の方がこちらの方に来ていただいているという実態があります。で平成21年の開館当初は年間で25万人ぐらい、でこれが最近29年度の数字で見ると45万人ということで、まあ、ものすごく人数が増えています。でこれはですね、今年例えばラグビーのワールドカップがありますし、来年になると今度オリンピックパラリンピックがありますので、まあ、そういう意味でも内外の方がたくさん来ていただけるポテンシャルがあると。で今後ますます人数増えていくだろうなということで、考えています。でそういう意味での重要性も、まあ、高まっていくだろうなと思っています。で今までのその10年間のことで振り返りますと、まあ、ここの場所ではアートとか、パフォーミングアーツとか音楽とかですね、いろんなジャンルのプログラムを進めてきています。でその中で私がそのすごく特徴的だなと思っているイベントは2つあって、で1つはですね、スマートイルミネーション横浜、それからもう1つは横浜パラトリエンナーレになります。でスマートイルミネーションについては、横浜の都心臨海部を舞台にして LED 照明とか、太陽光発電などの省エネルギー技術とアートの創造性を融合させて、新たな夜景の演出を試みるといった取り組みで、パラトリエンナーレに関しては、障害の有無に関わらずに、いろんな市民の皆さんが参加をしてもらって、プロのアーティストとして共同して、まあ、作り上げていくということで、この2つはですね、どちらもその文化芸術の持つ創造性で、社会課題の解決に、まあ、取り組んでいこうということで、すごく挑戦的な、ある意味挑戦的な取り組みで、まあ、意義のあるものであるというふうに考えています。で我々文化観光局としましては、この象の花テラスが、創造会話拠点としてですね、今後もますます発展していけるように、我々としても努力していきたいというふうに考えています。公共空間活用の取り組みということでは、我々創造都市推進課でも、まあ、いくつか取り組んでいまして、例えば、秋にですね、館内外オープンというイベントがあるんですけれども、館内の、桜通りという道路を一部使いまして子どもたちに開放して、道に絵を描いたりですね、工作体験をしてもらったりということをしてもらっています。で子どもたちこれで自然にデザインとかアートに触れる特別な体験ができるというイベントになっています。で道路の活用なんですけれども、このイベントではその前、その数年前の時かな、道路を使って結婚式も挙げてもらったりしてるんですね。で通行人の方もみんな祝福をしてくれたりですね、まあ、道路の使い方一つとってもこういういろんなアイデアができるんじゃないかなというふうに思っています。それからもう一つはですね、R16、国道16号線スタジオということで、鉄道の高架下、旧東横線の跡地の高架下、高島町の交差点の近くなんですけれども、ここをですね、アーティストクリエイターの制作の場所、それから、まあ、展示もできる、場所として活用しているという例もあります。それこそ、まあ、今回 の, フューチャースケーププロジェクトもそうなんですけど、いろんなアイデアを出していくことによって、まあ、面白いものができるんじゃないかなというふうには思っています。
一方でですね、公共空間の活用に関しては一つ課題感もあって、例えばその公園の利用を例にとって考えると、公園で、イベントを楽しみたいという人もいるでしょうし、中にはその公園でゆっくり静かにしたいという方もいると思います。あるいは、いろんなものを売ってみたい、物販してみたいなという方もいると思います。ですから、その一般の利用者とか、あと地域の方の思いとですね、それからあと公共性、ある意味公平性みたいなところとのバランスをどう取っていくかっていうのは、実際やるときには、一つ課題としてあるのかなという思いは今持っています。で、今回のこのフューチャースケーププロジェクトに関して言いますと、できるだけ自由にいろんなアイデアをこう出していただきたいなという思いがあります。で、いろんなアイデアを出していただくことによって、このゾウの花テラスも もっと楽しくですね、有効に使える場所として、みんなで議論していって、できれば実際に新しい取り組みにつなげていければなという思いはあります。ここは自由に語っていいということなので、あくまで私の個人的な意見なんですけれども、このゾウの花テラスっていうのはすごくいい場所にあると思うんですね。目の前は海だし、公園の中ですし、でここに来られる方を見ていると、私は2つに分けた使い方っていうのもあるんじゃないかなと思っています。で、2つというのは、その昼間の顔と、あとはある意味夜の顔っていうのを作ってもいいのかなと思います。で、その昼間の顔というのは、ここが先ほども知ったように無料休憩所ということもあるので、例えば昼、特にお休みの時にはお子さん連れのご家族とかが結構多い、そういうことを考えると、お子さんに向けた何か取り組み、イベント、ワークショップでもいいと思うんですけれども、そういうものを数多く作っていったらどうかなと思います。で、この前こちらの方でアワープラスチック展というのをやられていて、プラスチックごみの問題に関しての展示なんですけれども、そこでワークショップで、そのプラスチックごみ使った作品をお子さんが作るみたいなワークショップがあったんですが、あれはすごくいいなと私は思っていて、ある意味そういう何て言いますかね、割と簡単なところちょっと来て、面白そうだなと思って、参加してもらえる。で、お子さんが何か作っていって、この前の話で言えばゴミに関しての関心をちょっと持っていただけるっていう入り口的なところをやれるような機能があるといいなっていうのが一つです。それから、あと夜の方なんですけれども、非常に場所がいいんでですね、例えば、ここの海のところでウォータースクリーンとかを使って映像を流して、で夜であれば映像技術っていうのはかなり今使えると思うの でそれでちょっとおしゃれな感じのものを作って、でテラスの中で提供するその飲み物とかお食事もちょっと何て言いますか、おしゃれな感じのものにして、でここのテラスの中もそういう映像技術を使った演出をしていくとかですね、そういうこともできると楽しいかなと思います。基本的には何かこう楽しくて、賑やかな場所にできるといいかなというふうに思っています。